福島由紀は、日本の女子バドミントン選手である。所属は、丸杉ブルービック。熊本県八代市出身。八代市立坂本中学校、青森山田高等学校卒業。中学校3年時の全国、中学校バドミントン大会では、ベスト16に、進出、準々決勝で一学年下の奥原希望と、対戦して敗れている。 高校バドミントン競合校である、青森山田高等学校に進学後も、着実に力を蓄え、全国高等学校バドミントン選手権大会では2011年度の第62回大会にて、女子団体及び女子ダブルスで優勝、女子シングルスでは奥原希望と対戦して敗れている。2011年度には U-19 バドミントン、日本代表にも選出され、 同年の世界ジュニア選手権に出場、高校と同じ、篠谷とのコンビで、女子ダブルスベスト8進出を果たす。2012年、高校卒業と同時にルネサステクノロジーに入社し、同社のバドミントン部所属選手となる。元は、シングル中心であったが、実業団に入ってからは主に、ダブルスプレーヤーとしての活躍が目立つようになる。2015年、ルネサスバドミントン部が、 最瞬間制約所に譲渡されたことにより、全体遺跡の形で、熊本最瞬間制約所バアドミントンチームのメンバーとなる。同年には、日本 B 代表として一学年下の広田彩香とのコンビで、グランプリ大会シリーズのスコットランドオープンで国際大会優勝を飾る。2016年には、広田とのコンビでニュージーランドオープン優勝。 年末の全日本総合バドミントン選手権大会で、準優勝を果たすなど、心境一ころを見せた。2017年、バドミントンスーパーシリーズの、マレーシアオープン女子ダブルスで、高忠敬安度ゆきんかくミニ2の位置で勝利し、スーパーシリーズ大会初制覇を飾った。2020年、東京オリンピックバドミントン女子ダブルスに広田とペアを組んで出場したが、 準々決勝で中国の陳ンキヨシアしたがはじめ本組にセットカウント1から2で逆転負けし4強入りはならなかった。ありがとうございます。